ました。わかりました。これまたちょっとね発表できる場があれば、あの僕らのニコラジの方の番組でも使ってもらったり、ね、はい、あとねまた金曜ニコラジでも発表していきましょうか。あ、よろしくお願いします、ね、ってことは毎会場やるんですかこれ。そうです、そうです。次の町会議とかでも、うん、次の町会議はだから香川だから、そうです、そうです、その引き継いでってどんどんその、うん、いろんな人にねプレイしてもらったりとか、街を再現していくみたいな、そういうこともできるかもしれないですね、はい、ってことはウニの次はうどんみたいになるかもしれない。いやー、なるんでしょうね、どうしてもね。おー、じゃあ出来上がりは早速ちょっとウェブをチェックしていただくという感じで。そうですね、よろしくお願いします、はい、楽しみに待っててください。はい、さあ他にもですね、あのバルーンアートのウーさんも実はですね、さっき本当にもうなかなか次の仕事が、そうなんですよ、めちゃめちゃ忙しい方が来ていただいて、そうなんです、なのでちょっと残念ながらここでのご挨拶はできなくて、よろしくお伝えくださいということで、はい、僕もあの電話いただきましたので、はい、はい、ウーさん本当に今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてやっぱり今回のこの町会議に応募してくれたこの主役をね、彼女のメッセージからこの岩手県広野町に町会議の1回目が決まったんです。はい、改めて紹介します。広野町アリサちゃん、どうぞ。さあアリサちゃんどうだったかな、楽しんでいただけたかな。楽しかったです。本当ありがとうございます。ねえ、こんな時間まで、まあ、そしてね天気も今ねこれちょっと今雨の中でも皆さんこうやって帰らないで、はい、ね、ステージにいてくれてありがとうございます。ねえ、いやでも本当にこの言葉からね、ついに実現して、まあそして県知事まで今日も来てくれてね、町会長まで来てくれてということになりました。どうするこれ、こうなったらまたあの願いを音とこうやってまあ番組の方で言ってくれると叶うから、うん、今の次の願いは何だい。もう一回町会議岩手県でやりたいなと。おー、ありがとうございます。来た、鹿と社長が今ね、はい、聞いてくれましたから、ね、ありがとうございます。ね、その言葉がなければ僕らもここに集まる機会なかったですから、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございました。だからぜひまたやりましょうここで、はい、ね、はい。いや嬉しい嬉しい。さらにこれ広野のイベント事業の実行委員会、こちらの方もいらっしゃいますかね。事業事務局ふっきりゆうにご登場いただきます。ふっきりさんいらっしゃいます。ふっきりさん。ふっきりさん。あ、いらっしゃったいらっしゃった。あ、ありがとうありがとう。はい。ふっきりさんもじゃあ準備段階から本日まで大変お世話になりましたので、最後に一言ご感想をいただければと思います。お願いします。皆様本日は、広野町にお越しいただきまして、地元の方もいらっしゃると思いますが、広野町にお越しいただきまして本当にありがとうございます。広野町、いい町ですので皆さん、ぜひまた足を運びいただきたいと思います。雨が強くなってまいりました。もっと長く、ね、もっと長く話したいんですがちょっと時間がなさそうなので、はい、この辺でやめさせていただきたいと思います。また広野町にお越しください。お願いします。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。そしてここにいるみんなにも大きな拍手ありがとう。みんなみんな本当にありがとう。さあ町会議は間もなく幕を閉じようとしていますが、町会議ツアー2013はまだまだ続きます。次回はうどん県こと香川県琴平町こんぴら祭りにお邪魔したいと思います。お邪魔します。そしてなんと次回お邪魔する琴平町の青年部部長の西村さんと今ちょっと中継がなんとか電話の音声だけでもつながりますか。どうでしょうかね、この状況なのでね。本当残念。なるほど、残念です。 VTR 見れる。あ、本当これ VTR は次の琴平町に行くための VTR があるそうなので、うん、はい、そちらを見ていきたいと思いますけども、よろしいですか。ご覧ください。はい、じゃあお願いします。みんなちょっと座って見てみるか。琴平町今のはマインクラフトの何かですか。ニコニコのすべてをちょっとだけ再現、あなたの街のニコニコに会いに行く、ニコニコ町会議全国ツアー2013。二つ目の目的地は四国香川県琴平町。ニコニコ町会議 in 香川県琴平町コンピラ夏祭り。でもさ、その香川県に関する情報がうどん以外は僕ないんですけど、大丈夫ですか、ローラン。えっとね、うん、コンピラさんっていうところがあるんです。コンピラさん。コンピラさんっていうところがあってね、その階段がね、785段だったかな。無駄に長いですね。無駄とか言うなって、今から行くんだから。何ですよ、700、そんな長いところに何すんの。コンピラ夏祭り、with ニコロー。中にくぐったコンピラプロレスってのが出てきた。コンピラプロレス、コンピラプロレス、藤波辰巳さんっていうすごい人。あの藤波辰巳、びっくりした。めちゃくちゃ好きや俺このチラシ見て、すご
ごいよ、大事な情報ここにあるベルトでかぶってなんも見えめちゃくちゃやんこれ大事な情報なんチャンピオンベルトかぶってなんも見えビジュアル、ビジュアル優先しすぎぞれセラミガルサイルでしょ785人分の似顔絵をギュッと凝縮してマジで集合絵を描くって他にも誰ですか他にもあの歌ってみたでおなじみのコマン君今黙ってうおーい釣り方ってどんなに逆だあごはさすがなんかあるんですか待って何これさあ気になる中身はマジャレンジドンドンやろうドグマはコンピラーさんのね85段じゃんけんしながらここに切るよやりたくないえこれどれぐらいかかるぶっちゃけやった人がいないからわかんないやっちゃだって街会議終わってまうよこれやっと藤波辰巳とじゃんけんするの俺やったじゃんけんしてずっと折れる3時間ぐらいだからさあ待ち会議始まりましたって言ったら中継行きましょうって俺最初から最後までこれやっとんのそれやだ俺ドラゴンにも会えないドラゴンにも会えへんやんということで友達仲間が集まるニコニコ超会議お楽しみにみんなで785段登ろうはい、次行きまーすはい、ということですね山さん、はい、皆さん、なんかね、琴平町からは、今スカイプ繋がらなかったんですが、ね、残念ですがねこの状況ね、今見てくれてるそうなんで、はい、そうなの、じゃあちょっとぜひこう、ね、声をかけてくれとわかりました、じゃあ皆さんこっからバトンタッチですからよろしくねと僕が言いますから琴平町と言ってください、はい、そしてこのコメントの方もみんな琴平町を書いてくださいいいですかおことのことに平らに町ね琴平町行くよこの後続いてだからねその岩手県のここから行きましょうよろしくね琴平町コメントも頼むよ琴平町見てる来た来た来たこの後行くよこっからバトンタッチしてくからねすごいすごい岩手県から行っちゃうからね行きますからね西村さん頼んだよということで、はい、こっから繋いでいきましょうよ、はい、さあ最後になりますいよいよ今度はみんなでやっぱり夏らしく盆踊り踊ってお別れとしかもないと思いますよこの雨の中踊るのは山田さん、ね、いるかな山田さん大丈夫かなというところなんですがさすがにこの雨なのでそうですねやめますかっていう話があるんですが本当お振り覚えたもんねやるんだやっぱりいやだってそうでしょ今更もうこれ以上濡れるも濡れないもないですからもうここまでやりましょうか、ね、やりましょうかねやっちゃいましょうかやっちゃおうやっちゃおうイエーイ、ね、かなり貴重な映像になりますいいですかとにかくみんな顔は笑うんだよ分かってるね映るからねさあ今回踊るのは日本最古のナニャドラナナごめんナニャドヤラ盆踊りと出来たてほやほやの僕ニコ盆踊りということで最古と最先端の踊りがここで融合するということになっておりますさあここからはニコニコ切ってのお祭り野郎にお任せしたいと思いますのでさあドグマあとは頼んだお祭り野郎行ってみようということで本来ならここでね僕矢倉の上でバトンタッチして踊る予定だったんですけどもこの雨なのでここから失礼して皆さんと一緒に盛り上がりたいと思います皆さん準備はいいですかそれでは何やどやら温度皆さん分かりますか分からない分かんないけどやっちゃいましょうか街の人なんかいるんですよねそこらにいないいない分かりました気合と根性でいや せっかくなんで矢倉をじゃあみんな囲みましょうかもう濡れるもクソもないんでもう行きましょうもうじゃあ行きましょううちらも行きますかじゃあやっぱりあれですねドグマに行ってもらった方がいいですよねねさあこれみんなどうかなこれ行くあでも行ってくれてるよほらもうねすごい絵だよこれみんなに行ってもらってんだから分かりました僕も行きましょうじゃあ2人で行こうよ行け待って待って2人ずるいずるいずるい僕も行きたい来たなんとドグマもそしてボコちゃんもオレンジ色のハッピーの方が踊れるそうです水も滴るいい男状態さあこの状態で最後は盆踊りで締めましょうそう何やどれ何やどやらね